馬坂衛星は、香港の漫画家、漫画出版社、天下出版国際有限講師代表、代表作に、風雲、中華英雄等がある。1976年、15歳でデビュー。ご兄弟や、風流などの新聞連載コミックで早くから頭角を、表す。池上良一、川崎昇などの日本劇画に影響を受けた、ダイナミックな迫力と、 中華圏ならではの漢風武術を取り入れた中華英雄を1981年連載開始。空前の大ブームを巻き起こす。1989年、それまで所属していた王玉露を率いる玉狼機構から独立し、天下出版を設立した。独立直後に何者かに襲われてを負傷する事件に見舞われたが、間もなくオリジナル武教漫画風雲を連載開始し、 これも大ヒット。現在までロングラン連載が続いている。馬の率いる天下出版国際有限講師は、風雲や黒標列伝など、事故の作品のほか、日本コミックのライセンス取得作品、さらには日本の少女漫画雑誌、仲良しと提携したオリジナル少女漫画雑誌、コミックファンズ発行、現地の少女漫画作家を育成するなど、多面的展開を図っている。 また漫画家としても、自らのヒット作、風雲を未来 SF 作品に発展させた、神竹のりを執筆するなど、常に挑戦的姿勢を持ち続けている。漫画家としても実業家としても成功を収めた、彼は地元、香港では、スター的存在であるが、いつも自分の利益のため、多くの日本コミックのタイトルを最後まで出版せず、大勢のファンの反感を買っている。 その他、映画、ヒーローや、金伊佐夫の武凶小説、雪山ひぎつね、伊天取り行など数多くのコミック化に関わっている。ありがとうございます。